ご覧いただきありがとうございます。賃貸の正木の田中です。本日は奈良市法蓮町にございます江藤ある明かりにお邪魔しております。早速こちらの玄関からご紹介いたします。こういった形の、玄関タイプとなっております。で、正面の方には大きいシューズボックスも備え付けとなっております。こういった形ですね、ございます。鏡もね、全身の姿見がついてますので、お出かけ前に身だしなみのチェックなんかもしていただけます。で、こちらがお部屋となっております。かなりね、おしゃれなお部屋ですね。エアコンと照明があらかじめ備え付けとなっておりますので、初期費用もね、ぐっと抑えられるタイプですね。で、1階のお部屋ですので、こういった形で床下収納もございます。そしてキッチンが大変珍しいアイランドキッチンとなっております。かなりね、おしゃれですね。内側がこんな感じとなっております。二口のガスコンロがついてまして、シンク、調理スペースともにゆったりしております。上のように換気扇なんかもおしゃれですね。で、セキュリティとしましては、こういった形のカラーのモニター付きのインターホンがついてます。かなりね、こういった感じで鮮明に映りますので、来客者様がね、来た時の顔はバッチリ確認できます。で、キッチンの後ろにはこういった、室内の洗濯機置き場がございますね。こちらの扉をこのように閉めることができるので、かなりね、見栄えも気にせずに、お洗濯していただけそうですね。で、こちらが水回りとなっております。かなり綺麗な独立の洗面台です。シャンプードレッサーもこちらついてますので、こんな感じでお掃除もしやすいですし、朝シャンなんかもね、していただけますね。で、隣が、こういった感じで自動でセンサーが反応してつきましたね。ウォシュレットもついております。で、反対側に浴室となっております。パネルもね、かなりおしゃれで綺麗ですね。もちろん追い焚き機能ですとか、上の方には浴室乾燥もついてますので、設備も充実してますね。で、最後にこちらの洋室となっております。リビングとかね、段差も少ないですので、家具の移動なんかもね、しやすいですね。また、こういった形で、半透明の扉で仕切れますので、結構ね、明るさもね、確保できますし、かなり便利な設備ですね。で、バルコニーがこちらとなっております。一応南向きのバルコニーですね。こういった感じのバルコニーです。で、こちらが最後に収納のスペースです。このね、扉がございませんので、結構ね、そのあたりは気にせずに置いていただけますね。下の方ですとか、ハンガーパイプもありますので、結構丈の長いロングコートなんかもかけていただけますね。いかがでしたでしょうか。内装ピカピカの、お部屋となっております。詳しい賃貸条件につきましては、弊社ホームページをご覧ください。また、こちら、弊社賃貸の正木では、各大学生協と提携しております、学生さんにもおすすめの物件ですので、まずは一度お問い合わせください。奈良のおもてなし、奈良心。賃貸の正木では、55キャンペーンや学割キャンペーンを実施しております。ご視聴ありがとうございました。